のシーズンに関して言えばね、うん、ダルビッシュというエースが抜けたっていうのは非常にやっぱ大きいかなというね。それは大きいね。ピッチャーの上積みっていうのが吉川っていうね、あの左のピッチャーね、うん、1年目の時良かったもんな、うん、日本シリーズこっちだけど、うん、あのそう、彼が、うん、吉川がどれだけやれるかなっていうね、あの、まあ、ダルビッシュの穴は見れないけども、逆に抜けたから点数取る可能性はあるんだよ。ああ、なるほどね。バッターっていうのはね、あ、このピッチャーだったら1点2点取ったらもうこのゲーム勝てるよなっつって、うん、計算するとこあるじゃない、うんうん、でこのピッチャー何点取っても分かんねえからっつってね、打ち始めるってやつ、うんうん、だからね、どうやってこの1点2点取ろうかっつって野球が窮屈になるっていう可能性もなくはなかった、うん、なるほど。それはいいピッチャーになればなるほど、うん、絶対このゲームを落とせないからっていうことで、点数が逆に進まなくなるっていう、うん、そういうケース、うん、だからなんでこのピッチャーの時にあと1点取ってやればもっと勝てたのにっていうのがエースクラスに多いでしょ、うん、だから岩隈の投げ合いとかね、杉内との投げ合いなんて9回まで0対0、そうなん、もう本当に点が入らない、まあ、重くね。でもそれはね、お互いそう思っちゃう、うんうん、なるほどね。このカップリングで投げさせるからこういうゲーム展開でいく、うん、でそこの相手の主力を、うん、うちの主力でやっつければそこの3連戦ものにできるっていう、うんうん、だそういうところに使われるのが、うん、あのチームの屋台骨を背負ってるピッチャーなんだから、うん、だからそれを今年誰にするかで。そうだね。だ今度開幕が斉藤佑樹なんでね、うん、まあ、開幕とすればちょっとね、もう決まってんの？決まってる。だからまあダルビッシュの代わりはできないかもしれないけどね、まあ、うん、どこまで監督のそういうね期待に応えられるかっていう楽しみではあるけど。いや監督の期待に応えなくていいよ。期待なくていい。ほら監督の期待に応えられる選手なんかそうは言いやしないって。ない。いいね。期待に応えるとだ9回0点。そう。でダメだったら誰かに後を託して、うん、そのゲームは勝つ、うん。これが頭でいくピッチャーの宿命だよ。宿命ね。でもそれはまあ斉藤大体6回の中へ斉藤佑樹 聞いたらダメだからね。そんなんいいから。いや持ってるんだから。6回7回で2点3点で抑えてくれたらもう先発ピッチャーの役割を果たしたっていう、この話は聞かなかったこと、考えを持ってるんだったら、うん、マウンドに上がるなっていうやつ。自分の責任でちゃんと投げ切ってこいよ、うん、それがピッチャーでしょうよ、うん、昔のピッチャーみんなそうじゃん、うん、それができないから他の人に託す、分業制になってね、うん、まあでも18、19の勝ち星を補わなきゃいけないっていうのは大変な作業ではあるんだけども、うん、変わりは出てくるもんだ、うん、そうだね、チャンスは広がるんだもん、うん、そうね、ね、これがダルビッシュ一人抜けましたね、そこで穴が一つ開きました、うん、この穴っていうのは一人で埋めるもんじゃないんで、うん、みんなにチャンスが広がったんだ、その通り、うん、そのチャンスをどうやってものにできるかっていうんで逆に、うん、いなくなることによっていい方に出る可能性があるかも、うん、そっちの方に期待すればいいじゃん。そうね、まあ、そういうことでちょっと今度下に下がって仙台、下がって仙台ね。仙台ね。これね、星野監督がまあ2年目ということなんだけど、うん、3月30日、ね、明日開幕、仙台ナイターで。嫌だね、やりたくないね。寒いよ、これは。やりたくない。やりたくない。でもやるんだ。頼むから仙台3月開幕するんだったらドーム作ってくださいだよな。あ、3月はね厳しいし、オープン戦日本シリーズドーム作ってくださいだよな。あ、そうね、楽天のナイター、怪我人出なきゃいいけどな、まあ、そっち心配するね。やっぱ俺もそっちを心配する、うん、やっぱ故障者ね、特にピッチャーもそうだし野手だってちょっと相当準備しとかないと、うん、ダイソーで行けとか守り行けとかって言われた時に怖いよね。怖いな、うん、まず最新の注意を払って野球をしなきゃいけないってことだね。そうね、見てるお客さんもね、うん、大変だと思うけども、うん、まあ多分マー君が掘るのかな、うーん、
そうなるのかな。あのね、どうしてもね、マークに頼ってしまうのね。どうしようもないで。うん、去年の沢村を絞ってました。下柳が入ったりしたんだけどね、先発のちょっと枚数がね、ちょっと足らないかなっていうね。下柳はその、ある程度仕事すると思うよ。うん、やれると思うね。うん。うん、まだ馬力あるからね。うん。ちょっと期待してみたいなと。うん、ベテランに。で、やっぱりもう一肌を咲かしたいんだよね。うん、でも阪神でやっぱ無理だったよ。うん、ある意味。なるほどね。あのセリーグにね、もうみんな覚えられちゃった。あ、でベテランが一番苦労するのは、覚えられた時にそれを跳ね返すだけのパワーがまだ本人に残っているかどうかってやつだ。うん、で残ってないんだったら今回みたいに、うん、まあテストで行こうがないしようが、よそでやるっていう。で下柳を知らないわけだ。これは下柳に限らずね、うん、知らないっていうのは一番の強みだろうと、うん、ね、130キロもう出ないようなスピードだけども、出たり出なかったりだけど、非常にあのテクニックというか、うん、足がついてからこう粘ってシュート、スライダー、フォークとね、うん、セーブ、はい、うん、俺ね、中島がね、中地がメジャーに行かなかったじゃない、まあ、中地が残ったことがね、うんうん、まあ、戦力ダウンにならなかったと。それはソフトバンクとは違うと思う、うん、だからそういった部分ではね、やっぱり中村が4番におかわり君がいて、3番で3割打てる中島がいるっていうことは、うん、で5番に島を使うの。いや、島は多分使わないと思う。5番誰使う。5番にね、誰使うんだろうね。浅村でもいいかもしれないけどね、うん、みんな元気かどうかだよな。うん、1年持つかどうかわからんけど、まあ、得点能力はあると思うのね。うん、ピッチャーってそんな悪くないじゃん。ピッチャー悪くない。ただピッチャー悪くないんだけども、うん、石井と西口には過度の期待をかけたら、あの二人かわいそう。西口はちょっと去年良すぎたからね本当に終盤。いや、でも周りってそういう見方するんだよ、うん、去年このくらいやったんだから今年もこのくらいできるだろうっていう期待をするのが首脳陣であり、うんうんうん、ね、そこを応援するファンなんだ。うん、なるほど。だから本当は一番いいのは、あの若い連中がまあいて、まあ、サブ的な感じで、うん、なったらね、ね、なったら一番いいんだろうけども、うん、まあ逆にサブ的になればあいつら老けるの早くなっちゃうから、うん、まあどっちがいいっていうのは言えないんだけども。うん、まあ枚数はね、先発の枚数自体はもう阿久比も岸もいるし、牧田がいて、そこに戸上も入ってきて、西口、うん、CPの使い方もちょっとね、あの中継ぎで使うかもしれない。中継ぎで使うんじゃないかっていうような話はしてるしね、うんうん、まあそういうことを考えればね、ある程度あの西武も、うん、いやだから今上から来た3つ、うん、全部優勝するチャンスあるって。そうよ、うん、だから忘れないようにね、